南側ミューズシティ・ザ・ファーストタワーは埼玉県埼玉市南区にある超高層タワーマンション。武蔵浦和駅周辺の再開発事業により建設された。新日鉄都市開発、野村不動産、東京建物による分譲マンションとなっている。商業棟である武蔵浦和ショッピングスクエアと超高層棟に分かれており、外区全体の名称はミューズシティとなっている。また、 国内最大級の医療モール武蔵浦和メディカルセンターを併設する。浦和市時代から計画されていた再開発事業武蔵浦和駅第8から1外区市街地再開発事業によって建設された超高層マンション。再開発事業では西側に商業施設棟、東側に住宅超高層棟が建設された。武蔵浦和周辺の再開発事業の中では ライブタワーに次いで3番目に完成した。東側には、スポーツジムや全国最大級の医療モール、武蔵浦和メディカルセンターも併設された。埼玉市内の20階建て以上の高層マンションとしては初めて免震構造を採用した。野村不動産グループニュースリリース2004年11月18日、武蔵浦和メディカルセンター武蔵、浦和周辺地区事業概要 ありがとうございます。